ああ、今日も目がバキバキだ。見てんだろ？見てんだろ、オロチさんよ。昨日言ったもんな。今日オロチお前の動画出すってな。だから見てんだろ、ビクビクしながら。わかってるぞ。なんでビクビクしてるかわかるか？そうだよ、お前がな、小心者だからだよ。言われてただろ、部下からも。お前は小心者だって。だから今部屋の隅っこで見てんだろ。もっと近づいてみろよ。近づいてみろよ。来いよ、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 オロチさんよ。来い、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 来るじゃないよ、お前は。なんで生きてんだ、お前。こっち見るな、これ。やっぱり生きてたな、お前。前言ったよな、俺が動画で。お前があの生首になった状態の時っていうのは歯がな、真ん中の歯が4本になってるんだよな。で、いつもの歯は全然4本になってなくて3本なんだよ。だから生首状態で描かれたやつは絶対4本になってるから、あれは身代わりなんじゃないか。まあヤマタノオロチの一つの首なんじゃないかっていうことを言ってたんだけども、まさにそれだろ。何事もなかったかのように生きてるな、お前。でもな、お前、頭どうかしてるぞ、お前。お前今鬼ヶ島の屋敷で何してる？カイドウが憎いんだよな。それで、そう、火つけてるな。燃やそうとしてるな。これでカイドウをやっつけてやろうみたいな感じで言ってるけどな。お前カイドウと何年一緒にいたんだよ、わかるだろ。火つけたとこでカイドウ一切効かないから、ピューってドラゴンで逃げていって終わりだから。バカ殿はお前だよ。光月おでんじゃないよ。お前がバカ殿って呼ばれる未来が俺には見えてるからな。お前どうすんだよ。カイドウ勝てるわけないだろ。本気でやっつけれると思ってんのか。そんでお前いろいろやろうと思ってるだろうけど、仲間全然いなくない？慕われてなくない？大丈夫？もうみんなカイドウ側に行っちゃってるからね。だからお前さ、ルフィたちの援護しろよ、お前。それが一番いいって。ルフィがやってくれるんだって。みんなそれを信じてドレークとかもルフィサイドに行っちゃってるんだって。お前も行っちゃっていいんだって。お前がな、ルフィの味方してくれればな、まだ許すし、まだこの動画撮ってる意味があるよ、お前とかな、勘十郎のせいでな、俺大変なんだぞ、お前。この前な、福岡から会社の人がわざわざ長崎に来てな、神木くん YouTube 見てるよって言われたんだよ。怖いだろ。これも見てます？本当だからな、これ。お前のせいだぞ、オロチ。そして勘十郎、お前たちのせいだからな。会社での立場危ぶめるな、お前。そして福禄寿、お前はな、喋れ。無口でいるな。なんか喋れよ。手裏剣だけ投げてたな、今回。喋れよ。会話弾ませろ。お前合コンとか行ったことないんか、お前。弾まんぞ、お前。でもな、福禄寿、お前はな、俺は救いだと思ってる。お前まだなんか隠してるだろ。だって、オロチのことそんな好きでもないだろ。光月家の方がやっぱり好きなんじゃないのか。言うほどオロチに恩ないんじゃないかと俺は思ってるよ。で、お前は頭がいい。頭がいい、お前は。よくできてる。長い。長いからいい。だからそれを口に出して言え。俺たちに説明してくれ。ジャンプっていう紙面を通じて、俺たち読者に言ってくれ。無口を突き通すな。無言やめとけ。そしてお前は俺ら結構買ってるんだよ。なんでかっていうと、今回はまあ裏切ったわけだよな、カイドウを。すごいよ、お前。自信持てよ。だってな、オロチが切られて、カイドウがどっちにつくか決めろって言った時、お前な、カイドウにつきますって言ったよな。カイドウの前で。すごくないか。バレたら即殺されるのに。あの強いカイドウにやられるのに。平然と言ったな。お前偉いぞ。お前すごいぞ。お前が思ってるよりすごいぞ。自信持て。でも喋れよ。なんか喋ろうよ。伝えて。二人で何しようとしてんの？福禄寿はオロチと一緒なの？それとも福禄寿オロチ裏切ろうとしてんの？暗躍しようとしてんの？どういうこと？教えて？喋って？とにかくな、お前ら二人っていうのはこの鬼ヶ島勢力の新たな勢力図なんだよ。カイドウサイドでもなく、ルフィサイドでもない、第三の勢力なんだよ。どう動くんだよ。もうな、ルフィにかけろって。俺たち分かってんだよ。ルフィはやってくれるって。みんながそういう風になってる、今。だから、カイドウをやっつけたい。なら、ルフィにつけ。それがお前の目的を果たす一番の近道だと思う。だから、俺たち読者を信じて、ルフィにつこう。もうな。俺は今、勘十郎とな、オロチ同等ぐらいのひどいやつだと思ってたけど、今回のジャンプ読んでもう、勘十郎がズバ抜けても俺の中で悪いやつになってるから、お前のことは多少、もう許してるぞ。嫌いだけどな。調子乗んなよ、だからって。まあ、もういい。今日はもういいぞ、オロチ。もう帰っていい。うん。ありがとう、ここまで付き合ってくれて。帰っていい。
いや本当に本当に言ってんだよ、目見ろお前、帰っていいから、おう気をつけてね、本当に帰るやつがおるかお前。チャンネル登録よろしくお願いします。